はいどうも、れンぴきです。今日はね、検証動画撮っていこうと思います。何の検証かというと、タイトルにかサムネにある通り、武器のスキンで武器の性能が変わるんじゃねえのかっていう検証をやっていこうと思います。はいどうも、れンぴきです。今日はね、検証動画撮っていこうと思います。何の検証かというと、タイトルかサムネにある通り、 武器のスキンで武器の性能が変わるんじゃねえのかっていう検証をやっていこうと思います最初はまあ全部武器のスキンを外してやっていこうと思いますあ今回検証するにあたってまあどの武器使うかっていうとまあ、M4 と久保と27と AKM4 と久保と27と AK M 4と この4つをなんか使うと思うんで、まあ、それ以外は自分たちで検証してくださいでは射撃場でやっていきまーすやべ補充金の開けてたまあこれ発見したっていうかなんか変わってんじゃねえのかなって思ったのはまあ、自分でやってて興味本位で変えてみたらなんかおこれ変わってねえと思ってまあ、それで今なんか Twitter で 検証ししてほしいみたいな声あったんでちょっと恥ずかしいんですけどまあ動画撮っていこうかなって思いますカスタムは全部つけようかなうんカスタムは全部つけてやっとこうかなって思いますこんな感じで、ね、カスタム揃ってきたん揃ったんで、まあ、適当に打っていこうかなと思いますなんか決めた方がいいかなうん こかいいとこねえかなああここの壁でいくかじゃあ M4 スキンなしからね打ってこうと思いますうん前までねフラッシュ消あ,のあって眩しかったんですけどフラッシュ消えてますね 反動もなくてね、使いやすいと思いますね。まあ、まだ最初なんでよくわかんないんですけど。まあ、使い勝手はいいっすね。次、久保式少女やっていきたいと思います。これも好きなしっすね。これはフラッシュありますね。めっちゃ光ってるわ。ピカピカする。 まあ多分3歳イにやったらあの失明するぐらいの、まあ、光の量出てますんでこれは、ね、慣れるまで時間かかるっていうかまあだったら違うスキン使うかなみたいな感じですねこれはこれが久保っすねスキンなしの多分ねレアリティ低いやつは多分全部一緒だと思うんで、まあ、そこかっ飛ばしてやろうかな、うん、問題なのは金色の これどこにストックあるんだよ。まあ、問題なのは金色のレアリティのやつ。あれが全部違うと思うんで。あー、あれでも俺金色持ってないやつあるんで、まあ、多分俺が持ってるやつでの検証になるんで、このやつは強いのかなと思って、あのー、自分が持ってて、俺が持ってないやつあったりしたら、まあ、自分で、レアリティ低いやつと比べてみて、まあ、使いやすかった方にすればいいと思いますね。 はい。じゃあね、次やっていきたいと思います。次 AK かな ?AK-47。フルカスのスキンなしやっていきまーす。うん、これフラッシュないっすね。あ、普通だったらさっきの窪式みたいにめっちゃ光るんですけど、今のところ AK と M4 はないっすね。 うん。使いやすいっすね、普通に。次に言えなっすね。スキンなし、やっていこうと思いまーす。ああ、これは眩しいっすね、また。これまた3歳児失明しちゃうんで、お子さんがいる方とかは、あの、おすすめできないっすね。 お父さんお母さん方は注意っすね。基本的にはフラッシュついてると、なんか敵が見えなかったりしちゃったりするんで、自分的にはおすすめしないっすね。次やってくスキンは、こうレアリティがこの背景これだったら黒、これだったらなんだろうこれ緑色もう水色、紫みたいなのあるんで、多分このレアリティかな紫ぐらいまでは多分全部一緒だと思うんですけど、まあ一応やってきます。 多分全部一緒かなうん。はい、次はね、M4。一番レア度が低いスキンかなさっきはスキン出しちゃったんですけど、まあ、M4 と AK だけこの一番レアリティ低い黒だったっけなまあ確かそんな感じのスキンのレアリ,リアリティのやつがあるんで、まあそれやっていきと、やっていこうと思います。じゃあ M4 いきまーす。うん。 このスキンの、まあ、自分が唱えてるこの性能が違うんじゃないかみたいなやつ自体ほぼ感覚なんで毎回やるたびのそのコンディションだったりそういうので全部変わってきちゃうんで本当に誤差なんですよね、まあ、だから自分の体感で確かめるのが一番だと思うんですけど、まあ、今から俺が喋っていくのはまあ自分の俺連笛としての体感での言葉なんで それをよく耳に入れ、あの、頭に入れときながら聞いといてほしいですね。個人的には、キスキンなしの方が、なんかいらっいかなこ。この覗いた時のこの赤点の、この丸の、黒の丸縁があるじゃないですか。そのブレが、まあ、俺的にはなんかスキンによって変わってんのかなって思って。 武器スキンなしとこの一番低いレア度の黒は、まあ、結構似てるんですけど多少違うって感じですね。じゃあ次 AK やっていきまーす。これまたスキンなしじゃなくて一番レア度の低い黒ですね。この M4 と AK だけこのレア度のスキンあるんで昔からある銃だからかな。やっていきまーす。 あーやっぱ変わってるかもなー普通になんか武器スキンなしの方がやりやすいっすね。この2つは。うん。AK と M4 は武器スキンなしの方が今んところやりやすいっすね。この黒と比べると。じゃあ次やっていきます。はい、次はね、M4 の緑色のレアかな確か、なんか緑っぽい背景のレア度のやつ。 M 法だけあったんで M 法だけやっていきたいと思いますうんそうっすねやっぱりスキンなしの方がいいかなさっきの黒のレアィティと ほぼなんか感覚は一緒っす、ね、でも言えるのはスキンなしと黒とこの緑色かなのレアリティは多分スキンなしの方がやりやすくはなってると思いますね。ま体感なんですけどはい次はねこの青色の多分確か青色のレアリティのスキンが AK と黒式と M4 この3つだけあったんでやっていきたいと思います。 おっと強いかもな。多分強いっすね。これスキンなしと、どっちが強いかって言われると、多分どっちも変わんないぐらい強いっすね。でも,も、反動がなんか違うんすよね。スキンなしと。スキンなしとこの青のリアリティ、どっちも違うんですけど、多分どっちも同じぐらい強いっすね。 ああ、強いな。結構強いっすね。多分、武器スキンなしと本当に同じくらい強いっすね。次、クオシキの青のリアリティやっていきたいと思いまーす。強いっすね。普通に強いっす、これは。多分、クオシキは、あのー、武器スキンなしの時、マズルフラッシュあの、3サイズ失明させる光を放ってたんですけど、 それがなくなって、そのまま反動が引き継がれたみたいな感じですね。だから結構強いですね。多分今もじゃあ一緒なのかな武器スキンなしと一緒なのかもしれないですね。まあ、こっちの方が俺的にはおすすめです。どっちも。はい、次 AK ね。この青のスキン。青のレアリティのスキンやっていきたいと思います。 強いっすね。結構強いっす。武器スキンなしよりやっぱこっちの方が強いのかな全体的に。うーん。今のところ、このスキンが多分一番最強っすね。この3つ全部。AM4、窪式 AK は多分このスキンが今のところ強いっす。最強っすね。その次に武器スキンなしで、その次が黒かな黒と、 黒か。黒だとなんか水色か。あ、緑か、緑。黒と緑が、同率ぐらいかな。うん。このスキンだけなんか飛び抜けて強いっすね。じゃあ次やってきます。はい。ー3回目かな ?4 回目かなわかんないんですけど、月紫色のレアリティのやつ。結構もう、レアリティ上がってきたんで、こっから違いが多分出てくると思いますね。じゃあ M4、紫ス,スキンのゼブラかな やっていきまーすはい一言で表すとあ最強ですね神ですこの M4 は誰でも無反動が可能になるレベルで最強っす ああ、最強だ。いやー最強っすね。もう、最強それしか言えないっすね。ダントツで、このスキンが一番やりやすいっす、M4 は。次、空母式やってきまーす。 一言言ででうと最強ですね <laughs> 紫のリアリティ多分全部強いなうーんこの感じでいくと AK あっ違うまだ M4 と久保は今んとこ最強っすね多分ずば抜けて強いっす次27と AK やっていきますどっちも紫色のリアリティっすねさっきと一緒っす M4 と久保とじゃあ打っていきまーす うん。さっきニーラね、あのスキンなしからいきなりここのレアリティまで飛んだんですけど、まああのスキンなしはマズルハッシュがまぶしすぎて、まあ、だ無理だと。だから判断材料がないんで、今んとこ、まあ、今んとこまあこのレアリティが最強っすね。次駅やってきまーす。うん AK が一番むずいかな。自分もあんまり使わないんで、結構むずいっすけど、個人的には、スキンなしの方が強いかなって思いますね。いやーでもこれむずいな。本当に人によるかも、AK は。AK だけは、マジで人によりますね。指切りとか、なんかボタンの配置で、指の動かし方とかに全部変わってくるんで、まあ、全部、他もそれ言えることあるんですけど、AK は特に、 変わってきます、ね、まあ、自分 AK めちゃくちゃ下手くそなんで大会も人に渡すぐらい使わないんで本当にわかんないんですけど個人的には好きなしですかねその次に紫その次にあの黒だっけなあなんか青か黒かのどっちかっすねはい次はねもう使えてきたんですけどレジェンダリーのリアリティ って言われているのかな。まあオレンジ色の背景がオレンジ色になってるレアリティの検証していきたいと思います。M4 とここってきます。まず M4 のレジェンディスキンからやってきます。 うーんさっきの紫のレアキーよりはやりづらさが残るっていうかなんかまあまあもともと2発指切りが主要あまあ2発指切りが基本となってる武器なんでなんかわかりづらいんですけど 紫の方が使いやすいかなーうーんその1個下ぐらいかなじゃあ次食うやっていきまーすうーんだいぶオレンジも強いな言うても 言うても強いっすね。まあ、でも紫体感しちゃうと、やっぱ紫が強ってなるっすけど、まあ、だいぶ強いっすね。スキンも変えたくて、なんか誤差の範囲も、ちょっとなんかこの俺が出してるこの誤差の範囲も気になるよっていう方は、あ、俺れ二の,の忘れた気になる方は、ま、やってもいいのかな。うん、こっちのレアリティ優先してもいいのかなっていうレベルですね。結局自分が言ってる通り、誤差の範囲なんで、 まあでもスキンなしのフラッシュ除いてはもう誤差の範囲なんで、はいまあ、こっちでもいいのかなとは思いますねじゃあ次レジェンダリレアの m 2 7をやっていきます 27変わんないっすね基本まあもともとフルカスでやっちゃうとなんかもう無反動なんでもともとがあーあー27はもともと無反動武器なんでカスタムなしでも頑張ればねリコイルうんでも27は <laughs> いいかな、うん。全部一緒かな。うん。問題なのはこの3つかもね。まあ一応全部やりますけど。次 AK やってきまーす。<music> うーん。AK もまあだいぶ強いっすね。レジェンダリーレアは。 だいぶ強いっすけど、やっぱり紫レアの方が、紫色のレアの方が、強いかな。じゃあ次はね、この M4、最高レアリティかな金、金色のレアリティのやつやっていきたいと思います。このレアリティね、まずやる前に言いたいのが、うん多分ね、金レアは多分一個一個の、金レア、M4 だったら、進撃とか、かな まあなんか多分一個一個違うと思うんですけど、俺 M4 これしか持ってないんで、まクオとかは結構たくさん持ってるんですけど、M4 これしか持ってないんで、たぶん、これしか持ってないんで、まあ、持ってる方は自分で、金レアだけは自分でマジでやった方がいいと思いますね。金レアは、あの、違う、違うんですよ。こうクオだったら猛コとかパンダとか、なんだっけ、あの、なんとかバチみたいなやつとか、エヴァとか、 なんか4つぐらいあるんですけど、多分全部一つ一つ変わるんで、それはまあ自分でやってください。俺、ここで、この動画は、レアリティの差での誤差の範囲なんで、今回はやんないですけど、まあ、それやってほしいっていう要望があったら、まあコメント欄にお願いします。金色の M4 をやってきます。 もう、この2回で分かりますね。あクソザコです。デン大器はマジザコっす。自分はレアリティかっこいい方が、あ、レアリティっていうかまあ見た目が、見た目重視の人なんで、ずっと使ってるっすけど、やっぱりザコっすね。まあなんかグレープとか、ゼブラとかと比べちゃうと、なんか指りも途中で止まるし。うーん。なんかやりづらいんですよね、めちゃくちゃ。 うーん、ダメだな。勇気も止まっちゃうんだよな、なんか。途中でガガッ止まるんですよね。これ疲れてるとかじゃないんですよ。マジで、本当に止まるんですよグレープみたいに、ゼブラとか、あの、紫のリアリティみたいにうまくいかないんですよね。うーん、全能再起はクソっすね。次、空母式やってきまーす。うわ、なんでこれ。消そう。 何とも言えないっすね。なんか紫リアル比べちゃうとやっぱりどのリアリティもスタルって感じっすね。ああ、何とも言えないな。まあ一応金レアなんですけど、一番みんなが持ってそうな金レア一応選んだんですけど、まあ持ってない方はまあさっきも言った通り自分で検証するのがいいのかなって思いますね。 多分ね、これ本当に変わってるんで、レアリティでね。で、金は金で、武器ごとに、あ、じゃスキンごとによって違うと思うんで、金はマジで自分で確かめてください。あれ俺ストックねえぞ。あ、つけてたわ。あれじゃあね、次、M27 やってきまーす。うーん、変わんないっすね。マジで27は変わんないっす。 金なし以外は。変わんないっす。はい。次、AK やりまーす。銃剣ありなしとかでは多分変わんないかな。<laughs> 変わるかなって思った人はな、気になる人は自分でやってください。はい、やってきまーす。 なんかグレーンやりやすいなぁ <laughs> グレーンやりやすいなうんなんかグレーンやりやすいっすねはい次はねクオ式次はねっていうかなんかあの金利屋はも自分でやってくださいってさっきの時に言ったんですけどまあクオ式だけ なんか全部っていうかなんかほとんど持ってたんで、いや、黒式だけ特別やろうかなって思います。黒式多分人気なんでね。気になるかと思うんで、やっていきまーす。さっきも多かったんですけど、次はパンダでね、やっていきまーす。うーん、やりやすいかな結構。うーん,うん、うん。 悪いないって感じですね。ほぼ紫レアと同じぐらいの性能かなああ、結構強いかもね。猛虎よりはやりやすいかなまあ、感覚。本当と1ミリ単位の話なんですけどね。<laughs> はい、次、エヴァね。猛虎パンダってやってきたんですけど、次、エヴァやっていきたいと思います。エヴァはね、個人的にキルがめっちゃかっこいいんで、大会でも。 まあ使ったりしてるんですけど、個人的には多分弱いかな。まあやってみます。 いいっすねパンダと同じぐらいかな。うん。はい、ラストね。この、なんだっけなこのストファイのコラボのやつ。65式。で、ラストやっていきまーす。 や,りやすいっすいね多分1番かなこれ結構ね1番並みにやりやすいすね、まあ、やりやすいんすけどうるさいっすねうるさいっすうるさいっすねうるさいのが難点なんで、まあ、性能だけ見るとめちゃくちゃいいんすけどーーだいぶ強いけど だいぶやりやりすいですねじゃあ次ねあ次っていうかまあランキングつけていきたいと思いまーす。 はい、検証を終えてね、まあ武器ごとにランキング、リアリティのランキングつけたんで、まあ、口で言うのめんどくさいんで、まあ、画面のテロップに貼るんですけど、まあ、こんな感じですね。まあ、やっぱ武器ごとに、やっぱ違いますね。 うーん、違いが出るかな。M4 久保、AKM27。一応テロップじゃ分かりづらいかもしんないんで、概要欄とかにも、ま、すとくんですけど、まあ、あくまでね、僕、まあ、連撃の主観っていうか、まあ、俺の感覚での話なんで、まあ、やっぱ実際に、何回も言うんですけど、実際に自分でやってみて、まあ、あくまで俺のは、まあ、参考程度にしてくれるといいかな。 あ,あとクレームは受け付けてません。自分で確かめてください。ってことで、ね、まあ今日の動画はね、まあ疲れました。結構。この後もね、KWL あるんで、まあ今現在1位なんで、このままね、1位走っていけたら嬉しいなと思います。応援よろしくお願いします。チャンネル登録とね、高評価は忘れずに。ではありがとうございました。お疲れ様でーす。じゃあね。